漫画は、米沢実のによる日本の推理小説短編集。小説新調及び小説座るなどでの掲載を経て、新調社より2014年3月20日刊行第27回、山本周五郎賞受賞作。2014年のミステリーが読みたい。週刊文春ミステリーベスト10。このミステリーがすごい。において、国内部門1位となり。 史上初のミステリーランキング3巻に輝いた。2014年12月現在、17冊10万500部の売り上げを記録している。夜景、マ道、漫画ンンの3編が NHK 総合テレビでミステリースペシャルとして2018年8月にテレビドラマ化された。ミステリースペシャル、漫画ンンと題して、万道、夜景、漫画ンンの3編をテレビドラマ化し、 NHK 総合にて2018年8月14日から8月16日まで3夜連続で放送された。米沢実のるんさんの漫画ミステリーランキング3巻達成。3K ニュース。 https://www.sankei.com/.life/.news/.141210/.lif141210005-n1.html2018 年6月13日閲覧。内藤真理子ミステリー小説ヨネザさん2年連続3冠史上書毎日新聞。 h t t p s m a i n i c h i j p a r t i c l e s 二零1 5 1 2 0 k 0 0零零 e 0 4 0 1 7 5 0 0 c 2 0一八年六月十三日閲覧。史上初の快挙。年末恒例ミステリランキングで、米沢みのるンん、ン画堂々の三冠達成。新潮者。 http://www.shinchosa.co.jp スラッシュニューススラッシュブログスラッシュ2014スラッシュ12スラッシュ10 html 2015年2月8日閲覧。ab, 西島秀俊安田健コーラ健吾ベストセラーミステリー、漫画ドラマ化。NHK ドラマ。 日本放送協会2018年6月12日閲覧番組エピソードハラハラドキドキ先が見えないサスペンスドラマ特集から NHK アーカイブス第35回 ATP 賞テレビグランプリ全日本テレビ番組制作者連盟2019年6月16日閲覧東京ドラマアワード国際ドラマフェスティバル 2019年10月28日へ閲覧、ありがとうございます。